今日はシェラトン松本シェフ考案の栗を使ったテリーヌショコラをご紹介していきます。これはライブ配信でやる前に先行公開する動画です。今日はパウンド型を使っていきます。湯煎焼きをするので錆びないタイプの型をおすすめします。中にオーブンペーパーのようなつるつるとした材質のもの、あとは繰り返し使えるオーブンペーパーなどもシワにならなくておすすめです。水が入ってしまうようであれば外側にアルミホイルを巻いてください。次に耐熱のボウルに無塩バターとミルクチョコレートを入れて600ワットで約50秒加熱します。ここはバターの冷たさなどによっても変わっていきます。温めすぎないように気をつけてください。湯煎で温めても大丈夫です。そしてホイッパーでチョコレートをしっかりバターの中に溶かしていきます。ここではダマのないように溶かしていきましょう。ここでオーブンを160度に予熱するのと湯煎焼き用のお湯も沸かしておきます。今日は熱々で使っていきます。ここからテリーヌの生地作りですね。マロンペーストをゴムベラで滑らかな状態にしていきます。今日はサバトンのマロンペーストを使っています。ここが今回一番大変な力のいる作業ですね。濃い茶色だったペーストがこう伸ばしていくと白っぽくなってくるんですね。そうするとペーストの塊残っているのが見えやすいので、それがなくなるまでしっかりと滑らかにしていきます。そこに常温に戻した卵、よく溶きほぐしたものですね、これを少しずつ加えていきます。初めに一気に加えるとダマできやすいので、初めは少しずつ、ペースト状になってきたら量を増やしていきます。ここで卵が冷たいと焼く前の生地温度がかなり下がってしまうんですね。そうすると同じ温度焼き時間で焼けない可能性が高くなりますので、必ず室温に戻した卵を使うようにしてください。ゴムベラもこうグー持ちすると力が入って混ぜやすいです。今回はこうやって手で丁寧に作っていますが、実はフードプロセッサーを作ると5分もしないで生地ができてしまうんですね。その作り方は説明欄の方に記載してありますので、フードプロセッサーを使って簡単に作ってしまいたいという方はそちらを参考にしてください。3回目あたりでだいぶこのペーストが緩んできます。ここではペーストに卵を少しずつ加えて緩めていくという作業なので、激しく混ぜて空気を含ませるということは特にしなくていいです。むしろしない方がいいですね。空気を入れずに滑らかな状態にしていくという感じです。もう最後は結構たっぷりの量を入れても全くダマにはなりませんので、後半少しずつ卵を加える量を増やしていってください。次に溶かしておいたバターとチョコレートですね。これを一度に加えていきます。栗のお菓子を作るというのは秋から冬にかけてが多くなると思うので、冬室温が下がって溶かしておいたのに固まってしまったという場合は再度湯煎などで温めて溶かしてから加えるようにしてください。ほんのり温かい程度で今回は加えてます。ホイッパーに持ち替えて全体を均一にして、続けてふるった薄力粉を加えていきます。少ししか加えないんですが、結構この薄力粉の役割は大きいですね。最後にラム酒です。ここは入れても入れなくても大丈夫です。お酒の種類についてもお好みのものを加えてください。
これで全体が均一になれば生地の完成です。もっと滑らかにしたい、ダマが残ってしまったという場合は一度裏ごすと滑らかになります。そして今日は中央に栗の渋皮煮を入れていきます。水気を拭き取ったものを用意してください。これは前回の動画でご紹介した自家製の栗の渋皮煮です。はじめに用意しておいた型にだいたい生地の8割程度入れてしまいます。もうほぼほぼ生地を入れた状態ですね。そしてそこに栗を、最初滑っちゃいましたこう縦に断面が大きく見えるように今回は並べてます。ちょっと埋めるような感じで入れてきます。ただそこにこう当てないような感じですね。最初軽く埋めるように並べていって、最後軽く押すぐらいな感じです。そして残しておいた2割の生地ですね、これを上に、蓋をするようなイメージです。表面を軽く平らにして、これをバットに入れて、だいたい1センチ程度ですね、1センチ弱ぐらいでもいいです。あまり多すぎるとなかなか焼けなくなってしまいますので、お湯の入れすぎにも注意してください。そして余熱が終わったオーブンで約30分焼いていきます。下火が弱いオーブンをお使いの方は最初に天板も余熱しておくといいと思います。こう全体が焼き上がりがふっくらしてきます。で、焼き固まって少し硬い感じですね。粗熱が取れたら冷蔵庫で半日以上、だいたい一晩ぐらい冷やすようにしてください。翌日もうしっかり固まってます。冷蔵庫入れてるのでこのバターの部分も固くなってますね。ここから仕上げをしていきます。型紙を外します。紙なのでちょっとシワが寄っちゃってますね。これ繰り返し使えるオーブンシートだとこうはならないと思います。そして今日は簡単なデコレーションをしていきたいと思います。半分だけココアを振っていきます。こう紙やフィルムなどで半分はガードしてください。そーっと外して、そして今日は渋皮煮をダイス状に細かくカットしてちょっと中心に並べてみました。こう自家製の渋皮煮って黄色で綺麗ですよね。で、動いてしまったりするので、ツヤ出しプラス栗を固めるという意味でナパージュを少し塗ってます。そして最後に金のふりかけを振って完成です。カットするときは湯煎のお湯、もしくはガスの火でナイフを温めてゆっくりと押し切りをしていきます。ナイフは一回一回きれいに拭いてカットしてください。あまり厚くカットして食べるタイプのお菓子ではありませんので、少しずつ召し上がっていただくのがいいかなと思います。しっかりしているように見えるんですが、甘さのバランス、重さのバランスもかなり絶妙な仕上がりです。簡単にできるお菓子ですので、ぜひ作ってみてください。